初めて聞きました。そうですね、なかなか出してお店もないと思います。本来うなぎって生で食べられない魚なんで。食べられないですか、はい、で、それを技術的に食べられるように調理を施して提供しているという感じです。すごい、すごい貴重な料理なんですね。そうですね。で、こちらがうなぎの白焼きになります。ありがとうございます。こちらが、土壌の柳川になります。はい、土壌、はい、土壌人生初めて。そうですね、土壌もなかなか今のご時世食べる機会がなかなかないんですよ。そうですね、ちょっと楽しみ。じゃあ早速食べて。はい、どうぞ。じゃあいただきます。感動しますよね。本当初めて、うん、でなんか食べたことのないの、全部こう違う料理のいいところを全部こう合体させたような。どうか気もできる。ごま油すごい、めちゃめちゃごま油美味しいですね。ごま油結構大きいですね。なんかちょっとこうユッケみたいな、ユッケじゃねえや、レバ刺しか、みたいな感じで。でも土壌美味しい。なんか人生なんかこういう味だよって言われてたら、なんか僕の頭の中の土壌と全然違う。結構ね、臭いとかっていう話聞きますけど、そんなこと全然ないですよね。うん、失礼します。お待たせしました。はい。
ちら、うなぎとウニの80円になります。いや、すごいですね。ええ、かなりの量ですね。怖いな、これ。え、ちなみにこれって、まあこれ今回特別に多分作っていただいてると思うんですけど、はい、値段ってじゃあこれもし万が一提供するとかってなったら、これ7万ぐらいです。7万財布が薄くなるの。いや、マジでちょっと心して。はい、ちょっと僕の近くで。ありがとうございます。これもし取れたらないかも。あ、ありがとうございます。これが1年前です。これが今回食べるやつ。すごい。いや、サイズ感すごいな。これサムネでいいんじゃないかな。すごいな。作りがありますよね。天国の食べ物ですね。これは結構もう本当に濃厚ですね。そうですね。卵もあの田中のさんの工業っていう卵を使ってます。
で本日は埼玉県の川所さんの方からお送りいたしました。それじゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。私の